またお手紙届いてたんだ、忘れてた。だいぶ前に届いてたんだけど、ポスト開けてなかったから、ね、山本直樹の木が、指摘したらひらがなになってた。山本直樹の木が違うんだけどって言ったら、そう、ひらがなになってた。ちょっと読ませていただきます。なあ坊え、10日交流の延長になりました。14日のライブに行けなくてショックです。前売りチケット予約したのにごめんなさい。出所したらまたライブに行って会えるのを楽しみにしています。折原くんとはもう関わりません。おとなしくしとけばよかったです。今は原宿署に留置されています。毎日配信が見れなくて悲しいです。7月20日に20日交流の満期なので、7月20日に出所できなかったら実刑の可能性もあります。1年ぐらいかな。せっかくナーボーと仲良くなれたのに悲しいです。ナーボーは体調大丈夫ですか？また手紙書くので読んでほしいです。早くナーボーに会いたいです。ユリア、6月13日って書いてある。6月13日に書いたんだ。で、なんと今日出所しました。瀬戸際だったユリアちゃんが、そう、今日出所してニコニコ生放送で放送してた最後の手紙になったっていう。そう、ライブも来るかもね、仲良くなった。かわいそう、お前のせいで人生狂わせて。まあなんかそういう見方もあるよね。俺のせいでこうなってしまったみたいな考え方も正直されてもおかしくないと思う。実刑ちゃうやん。でも実刑じゃなかった。責任取って結婚？罪な男かもしれないよ俺は。責任取って俺は生放送頑張るわ。お前のせいで裾が直したの？だから俺のおかげで裾がも直って、俺のおかげで歯もね入って、俺のおかげで美的センスがちょっとだけ宿ったって考えたらプラスじゃん。新曲俺のおかげで、そう、ソロで歌うわ。カリバの、カリバでもいいじゃん、入ってないより。裾がってどうやって直んの？なんかレーザー治療とかじゃない？そう、なんか匂い系って芋のどこが良かったんだろう。どこだろうね。でもなんかこういう系統が好きなんだよ。なんかハマってたホストとかもなんか出荷工場同じ感じだった。なんかこういう顔の系統が好きっぽい。